イギリス国鉄3型2の6の 2T 蒸気機関車は、イギリス国鉄のタンク式蒸気機関車、ロバート・リドルが設計した。ハイブリッド設計で、シャーシは、LMS2K2 から6から0蒸気機関車に、基づいて多くの部品を共有し、ボイラーは、グレートウェスタン鉄道5101形蒸機、機関車及び5600形蒸機機関車が使用した。 GWR ナンバー2ボイラーの改良系を備えていた。すべてのイギリス国鉄の規格と同様に、元ロンドン、ミッドランド、アンドスコットランド鉄道の設計は、BR の12の新しいクラスの描画に大きな影響を与えた。シャーシには LMS4 型蒸気機関車とほぼ同じ部品が多数あったが、モーションブラケットは l m s 2系2から6から0蒸気機関車及び、 LMS2K2 から6から 2T 蒸機機関車に取り付けられたものの設計から派生した。他の多くの標準蒸機機関車と同様に、シャーシの設計では、ブレーキハンガーブラケット、フレキシブルストレッチャーブラケット、リバースシャフトブラケットなど、LMS が設計した多くのコンポーネントを使用した。ボイラーは、GWR ナンバーにボイラーとフランジプレートの共有を選択された状態で、 LMS プラクティスに従うときに問題であることが判明した。本形式で使用されるボイラーは、多くの GWR タンクで使用されるスウィンデンナンバー2ボイラーを改造したものである。主な違いは、標準3タンクのボイラーバレルを短縮した53、16インチとドームを加えた点。設計と製造は、イギリス国鉄3型2の6の0蒸気機関車とともに、元、 GWR スウィンドン工場で行われたが、一部はブライトン、ダービー、ドンカスターで設計された。奇妙なことに、このクラスはドンカスターが設計したイギリス国鉄4型2の6の0蒸気機関車と同じホイールのデザインを共有していなかった。機関車のシリンダーカバーにはねじ込みタイプの圧力リリーフバルブが取り付けられていた。1955年9月から、 ボルトオンタイプの圧力リリーフバルブを組み込んだ更新用に改訂されたシリンダーカバーが導入された。本形式は63台の機関車を発注する予定だったが、1955年の近代化計画により注文は迅速にキャンセルされた。1 9 5八年にローレンスヒル駅で二千四十四号機新しいものから西部地域、南部地域、 北東部地域、ロンドンミッドランド地域に配属された。西部地域のスウィンドン工場で建設されていたため、多くのクラスは WR に割り当てられ、そこで副次的及び支線業務を運搬した。彼らは 45XX 及び 55XX クラスの古い GWR の機関車を交換した。WR 乗組員が慣れると、 適切な後継者であることが証明された。本形式は北東部、ミッドランド、南部地域にも割り当てられた。これらの地域は本形式を好み、南部地域が本形式の最後で最高のパフォーマンスと評価された。ナンバー82029はステーションパイロット業務中に故障した機関車の旅客列車を引き継ぐ必要があった。82029は ベジンストークで離陸する前に列車とわずかな距離を牽引した。ベージングストークではより適切な代替品が見つかった。列車から降ろされて間もなく82029は撤退し旅客列車での代役が BR の最後の義務となった。本形式は前期がイギリス国鉄 MT ブラックに塗装された。1957年以降西部地域の機関車は 緑色に塗装された。1960年代初頭から一部の西部地域の機関車も緑色に塗装された。他の地域に割り当てられた機関車は廃車するまで黒い塗装を保持した。例外は82,044号機関車で、これは西部地域配属によって緑色に塗られていたが、移動した後は黒色に塗られた。この塗り直しの最中に、 誤って出力区分4の数字を記入した。支線や短い路線でのダムサービスの導入やビーチングの制作により本形式の仕事のほとんどがすぐに消えたため寿命は短かった。1964年には最初の10代の機関車が廃車になった。最後の2つのうちの1つは最後のオーバーホールから非常に良好な状態であったため残された時間はそれほど 長くなかったが、保存のために、機関車を購入することについて問い合わせが行われ、価格は1500ポンドに設定された。これは、非常に高価であり、資金を調達するのにはとても短い時間だった。機関車は購入されず、スクラップとして送られた。最短は82,043号機関車であり、運用離脱時はわずか8年8ヶ月だった。 最長の寿命は82019号機関車で15年10ヶ月だった。ただし、本形式の設計上の寿命は40年だった。ナインエルムスで82019と82029が、さらに4台が蒸気機関車の全廃まで生き残った。82000、82003、82031、82034は、 1966年の終わりに北ウェールズから郊外の列車で使用するためにマンチェスターにあるパトリック・ロフトに移された。これらは実際には必要ではなかったが、それでも1968年の機関区の閉鎖までそこに残っていた。1961年10月16日、機関車82028はヨークシャーのノースライディングのロビンフツベーに 近づきながら貨物列車を検引していた。別の列車が反対方向に近づいていたため、側線に対比して干渉材に衝突した。ありがとうございます。